愛犬の健康のために生食にちょっと興味ある、生食を始めてみたいけど不安もある、私たちの5ヶ月間の経験、失敗しない始め方と注意点をシェアします。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。虹の端にいる17歳の愛犬リオ娘と4歳のちびっこマイティ、そして1歳半の保護犬リリアのダックスママです。こんな感じのおすすめ動画も作ってますので、こういった内容に興味があるよという方は画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録していただけると私たちの励みにとってもなります。前回の一つ前の動画では加熱などの調理をしない生食のメリットやデメリット、なぜ数年間踏み切れてなかった生食に踏み出したのかっていうのをお話ししたんですけど、今回の動画では生食って言っても一体どういう感じで作ってるの、生食デビューのポイントだったりとか注意事項、実際ね生食を試してみてやっていてどうだったかっていうところをリアルにお伝えしていきたいと思います。生食生活実際やってみてどうだったか。今現在マイティとリリアは生食に切り替えてからもう間もなく5ヶ月間が経とうとしています。まずね、1歳半のリリアは最初の2、3週間ぐらいもともと食べていたとされるドッグフードを食べただけで、それ以降はねずっと手作り食を食べていて、加熱した手作り食を食べていて、その後生食に切り替えました。でリちゃんはねめちゃめちゃ食いしん坊なんで好き嫌い一切なし、食いつきはもともとすごくいいので大きなねそういった食いつきに関する変化は感じられませんでした。見た目的な変化としては毛並み、毛質が前よりも柔らかくなりました。皮膚の状態や毛並みの状態っていうのは体の中の状態が外に反映されるので、もし今見てくれてるワンちゃんの中で皮膚の状態が良くないとか毛並みがねあんまり良くないっていう場合にはまずはね食事を見直してみるのをおすすめします。一方ねマイティなんですけど、マイティもねずっと手作り食、加熱した手作り食をね基本的には食べてもらってるんですけど、出会った時からそんなにねがつくタイプじゃなかったんですよね。本人が大好きなものとかは割とペロリと素早く食べてくれるんですけど、例えば同じ加熱した手作り食でも作りたて出来たてはすぐね美味しそうに食べてくれても、翌日また同じものを温め直したりすると食いつきが落ちちゃったりとか、変色とか食が細いっていうほどじゃ全然ないんですが、生食にしてからは明らかに食いつきは良くなりました。毛並みもいいし、これはね私のなんとなくの体感なんですけど、体がね前よりしっかりしてきたような感じがします。あと生食に切り替えて消化吸収率が上がったせいか1回のねうんちの量が少し減りました。2人とも生食に切り替えてから下痢とかねそういった症状は一切ありませんでした。体の中のね状態としては直近の血液検査2人ともオール OK で花丸結果が出てます。なので数値的にも健康状態はすごくいい状態です。生食デビューのポイントと注意事項、前回の動画でも言った通り日本ではねまだまだ生食っていうこと自体が知られてなくって、アメリカほど普及されてないので選択肢が少ない、これがね私の今のちょっとした不満なんですが、これまでも加熱調理する手作りを私自身やっていて、まあ私なりに少しずつ情報量だったり知識が増えていく中で手作り食のハードルっていうか難しいところ心配なところっていうのはやっぱり栄養バランス、ちゃんと手作り食で必要な栄養分が取れているのか、そこがね一番心配な点だったんですよね。あとやっぱり私の場合手作り食で不足してたのは骨とか臓器をね入れ込むことができていなかった。せっかくなので生食に切り替えるこのタイミングでこのあたりの悩みもね一緒に解決したいなっていうふうに考えてました。このことを踏まえて生食を始めるときに注意したいポイントは骨、臓器も含まれてるか、お肉は抗生剤を使用していない、人工着色料、化学薬品保存料を使用してないでね、生食っていうと私も最初はお肉やら何やら冷凍で買ってきて
自分でそれをバランスを考えてミックスするっていうイメージが強かったんですよね。実際 YouTube でも多くの欧米の飼い主さん中心にご自身でね、臓器やら骨やら仕入れて、お肉自体も仕入れてバランス考えて作ってらっしゃる方々もたくさんいらっしゃるんですよね。まあ、その方が仕入れ先もしっかり分かって安心だし、自分でね手間をかけてブレンドするんで、その分安いっていうメリットがあります。でも日本はアメリカにはね、ガレージに大きな保存用の冷蔵庫がもう一つあったりとかしないし、しない家庭がほとんどだし、臓器とかねお肉とかね買ってきて、しかも抗生剤不使用のねお肉を探すのも結構大変。骨なんてね喉に刺さっちゃったら大変だから、どうやって砕くのとか調理するのみたいなね、今の私にとってはちょっとね難易度が高すぎて物理的に無理で、調べていくとアメリカではペットショップのね冷凍フードのセクションで本当に手軽に生食が買えたりとか、オンラインでもいろんなメーカーさんがこだわって出してるんでね、とっても手軽に買えるんですよね。だから日本でそういったブランドがないか探しました。まあ、さっき言った3つの条件で生食ブランドを探すと、まあ、生食犬って普通に検索しておそらくね一番上に表示される国内メーカーさんがあるんですが、そこでね取り扱ってる鶏肉についてはそういった表記がなかったんですよね。我が家は虹の橋のリオが漢方の先生にお世話になってから、なるべくね4本足の動物はほとんど食べないようにしているので、基本的には鳥系と魚系が多いので、全部のね種類は確認してないんですが、私がね最初に興味を持った種類にはそこに触れた記載っていうのが見当たりませんでした。もともとはね、今原油の価格だったり海外のインフレ上昇の方が日本に比べて高いし、海外輸送費だったり貿易費もかさむので、できればね国内メーカーがいいななんて当初は思ってたんですけど、やっぱりねお肉一つとっても、例えば日本のスーパーで抗生剤不使用って表示されてるのってすごく少ないんですよね。まあ、それにちょっと関連してなんですけど、この前のねインターペットの動画で紹介したニュージーランドのブランドケーナインナチュラルズさんのブースにもニュージーランドの素晴らしさっていうパネルが掲げてあって、それにはね家畜に対する基準が、国の基準が書かれていて、成長ホルモン剤不使用、抗生物質不使用っていう風に紹介されてたんですよね。やっぱり国としてね全体的に基準が底上げされるので、そういった高い品質の素材を調達しやすいっていう風に私は考えてて、だから日本のスーパーで抗生剤不使用のお肉が普通に買えない、選択肢として過半数いってない国だと、やっぱり人間でもそうだから、ワンちゃんやニャンコたちのフードに対してもそういった意識を持つメーカーさんも消費者も少なくなっちゃうと思うんですよね。我が家の生食どうしてんのか、今お話しすることを踏まえて、じゃあ私たちはどういうふうに生食してるの、生食作ってんのっていうふうに言ったら、オーストラリアの生食ブランドのご飯を愛用させてもらってます。お国的にはニュージーランドの方が良かったんですが、まあオーストラリアでもこの条件に当てはまる生食が見つかったので、ベースになる生食は今のところバーフダイエットのチキンと、同じブランドで取り扱いが日本ではなかったターキーはビッグドッグっていうブランドのターキーを中心に、あとたまにねマグロやサーモン、あとレトルトご飯でカモやお魚を選んで、食材はできるだけローテーションできるようにしてます。本当はね同じ生食のシリーズでサーモンとかカモとかあるとありがたいんですが、取り扱いがなかったり他のものが混ざったりしちゃってるんで、今のところはそんな感じにしてます。ちなみにねこれがバーフダイエットの生食の一つのパッケージなんですが、これがね冷凍で12個セットで届きます。我が家だとそれでね冷凍庫が半分パンパンになっちゃいます。これを冷蔵庫で前の日から自然解凍して、体重約4キロちょっとのまえちゃんと3キロちょっとのりっちゃんは1回の食事でこのパッケージの4分の1を食べてます。これは総合栄養食っていう風にされてるんで、基本的にはねこれに必要なものが全て入ってるよっていうものなんですけど、とはいってもね冷凍されてオーストラリアからね海外からね輸送されてきてるんで、
我が家の場合にはここに新鮮なお野菜とパイナップル、カルシウムとオメガ3オイルをトッピングしてます。生食を始めたいなと思っている方に注意事項としてこれだけはお伝えしておきたいっていうのは、時間をかけて少量から始めることです。特にね、今ドッグフード、ドライのねドッグフードを食べてる子は大きな変化になるので、ベイビーステップで少しずつ移行していってあげてくださいね。もともと手作り食だった我が家も、始める前から生であげられるお野菜は調理するサイズより小さく、ほぼみじん切りの状態にした感じで、一つのね食材ごとに少しずつ生にシフトしていって、最終的に生肉も、さっき見せた生肉も指定の量よりはるかに少ない量を2週間ぐらいかなかけて切り替えました。急にね切り替えちゃうとどんなフードもね下痢になっちゃう場合もあるので、この点はねしっかり気をつけてゆっくりね始めてあげてほしいなって思います。あと生食は多くのドライフードと比べて割高だなって感じる方もいると思うんですが、その場合はね、今手作り食をされてるんであれば、生のお野菜をみじん切りとかすったりトッピングに使ってみるとか、生食もね、さっき見せたような生食も1回の量を減らしてメインの食材じゃなくてトッピングして、トッピングとして使ってみるとか、工夫次第でねコストを抑えつつも生食を取り入れることっていうのは可能なんで、愛犬のね腸内環境を良くしたい、健康寿命を伸ばしてあげたい、できる限りのことをねしてあげたいっていう方はぜひ試してみるのもね本当はありかなと思います。確かにね、一般的なドライフードよりお金はかかるんですけど、前回の動画でもお伝えしたようにね、それを上回るメリットが大きいし、何より病気して病院通いや手術するようなことになっちゃったら、そっちの方がねあっという間に何十万っていうお金が動いちゃう。もうそうなったらお金だけの問題じゃなくって、本人もね辛いしかわいそうだし、そんなね姿を見ている私たちも本当に辛い。少し前のこの動画でもお話ししたように、食事だけがね生食にしたら病気しませんよっていうことじゃないんですけど、愛犬との時間っていうのは私たちがね頭で思ってる以上に短いんですよ。リオも17歳5ヶ月まで頑張ってきてくれて、長寿の域にね入る年齢だったんだけど、振り返ってみるとほんの一瞬、瞬きのようなね幸せな時間だったんですよね。あともう1年1日でも元気なリオと一緒にいられたんだったら、何でもしたかったし、もっとやるべきだった、そんな思いがあるから、この動画を見てくれてるあなたにはそんな思いをしてほしくないんですよ。生食ブランドの回し物でも何でもないし、スポンサー動画でもないんですけど、これからもいろんな研究結果でね私たちの食事も変わっていくと思うんですけど、とにかく愛する愛犬たちに元気に長生きしてほしい、ただねそれだけ、そんな思いで今日の動画をお伝えしました。今日みたいな愛犬家のお役立ち情報をもっと見たいよって思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえると、他の愛犬家仲間にも広がりやすくなるので、ぜひポチッとご協力お願いします。それでは最後のおまけ動画もお見逃しなく。はい、今日も撮影2人とも頑張ってくれてありがとうございました。お疲れ様でした。今日はね2人の生食動画についてお話ししました。本当にねりっちゃんが爆吠えしても、マイティがねいたずらしても何しても、とにかくねママの願いは2人が元気で楽しく長くね一緒に暮らせること、それだけだからね。なんでママもね勉強したりアンテナ張って、いいことはねどんどん取り入れて、今までね自分がやってたことから新しいことをやるのって抵抗も実はあったんだけど、2人がね健康でいられるためにこれからも試行錯誤しながらいろんなことにチャレンジできたらいいなっていうふうに思ってる。生食実際に食べてみて、まーちゃんどうですか、生食美味しいですか、生食好きですか。それでは See you next time! Bye!